申し込む。衣装が脱げたら原点、フィギュア衣装の露出事情。ショーなりピョンチャン五輪フィギュアスケート第なり11日の団体アイスダンスのショートダンス韓国ペアに起きたハプニング。演技中に飲酒らずミンユラの爆破大将の背中のホックが外れ、片方骨筋の衣装がひらひらと揺れ、胸元もはだけそうになった。最終的には相棒のガメリンが衣装を抑えながらフィニッシュまでたどり着いたが、このアクシデント減点にはならないの。まず衣装や小道具に関する国際スケート連盟 ISU の取り決めを見てみる。小なり一大なり衣装の一部が落下する。小なり二大なりタイツ長ズボンを着用すること。生足は禁止されている。男性は半袖以上を着なければならない。小なり三大なりアイスダンスとフリーダンスを滑る女性はスカートを着用しなければいけない。小なり四大なり露出度の高い印象を与えない。裸体を思わせるものも NG。 これらに抵触すると1点の減点が課される。今回の韓国ペアのケース、まずはホックが外れただけならば減点にはならない。もしホックが外れ、何かの付属物などが下着に落ちた時点でマイナス1点となる。そしてもし落下物がなくても衣装が脱げてしまい過度な露出になった場合も減点対象に当たる。ただしもし競技続行にふさわしくないと判断されれば、審判が中断させ服装を改めた上で中断要素からの再開となる。その場合に抵触するのは衣装ではなく中断に関するルール。時間次第では危険を強いられる可能性もある。今回は過度な露出には当たらず中断もなかったため減点はなかった。もちろん抜けないように演技外の動きを強いられたため、その分得点は伸びなかった。連合ニュースによると、ミシューラツは中断しようとも思ったけど応援を聞いていたらできなかった、次は服をしっかり着て出たいと述べた。4種目の中で特に三上の社交ダンスと呼ばれるアイスダンスに関しては衣装への締め付けが厳しくなったばかりだった。もともとシングルと違い女性は素肌のお腹を見せても良いなど寛容な面もあったが、昨年5月に ISU は平昌五輪に向けた規定として肌が透ける素材を使用したコスチュームを着た場合も減点対象に加えた。見せる競技だからこそ衣装もその一部だが、選手は様々に気を使って演技に臨んでいる。We'll be right back.